敵ネットワーク機関ユニットであるアダムおよびイブの撃破が確認された。現在敵の指揮系統は一時的な混乱状態にある。この好機を逃さず人類軍は機械生命体に対し総攻撃をかけることが決定された。無論我々ヨルハ部隊も例外ではない。思い返せ、故郷を奪われた苦しみを。我々は諦めはしない。海を、空を、大地を、おぞましき機械生命体に奪われた地球を取り戻す。本作戦の成功をもって今ここでこの戦争を終わらせるのだ。人類に栄光あれ。人類に栄光あれ。サーバー管理担当 3S、 サーバー管理担当 3S、 容量管理のため速やかにサーバー管理室に戻ってください。以上。司令部より各ヨルハ部隊員へ。地上に降下したら事前プログラムに従い作戦を。2B に真実を告げることができないまま最後の大規模侵攻作戦が開始された。だけど僕はまだ知らなかった。この戦いの結末と僕たちの運命を。以上が命令です。理解できましたか？僕たちスキャナー部隊は総攻撃に備え敵の防空システムをハッキングで麻痺させる。その通りです。よくできました。なんか子供扱いされてる。気のせいです。防空システムを受信している機械生命体は電波状況の良い高所にいるはずです。ハッキング対象の機械生命体について大雑把な予測位置をマップに転送しました。了解。対象はくれぐれも破壊しないでください。はいはい、そんなこ。ハッキングに成功したみたいですね。偉いですね。やっぱり子供扱いされてる。次もよろしくお願いします。はーい。対象は電波状況のいい高いところにいると推察されます。ビルの屋上などを調べてみてください。了解。防衛システム稼働率低下を確認。もう少しだね。ようですね。今回の作戦では他のスキャナー部隊員も総動員されています。私たちも遅れを取らないようにしなければ。はーい、遅れを取らないようにします。 9S。 何？戦闘中はなるべく当該エリアから離れてください。それじゃあ支援できませんけど。あなたのようなスキャナーモデルは戦闘向きではありません。あれ、心配してくれてるんですか？いえ、戦場にいても足手まといなだけですので。
ひどすぎる。聞こえます。こちらの担当分作業は全て終了。そっちはどう？こっちもあと一つかな。了解。あとバンカーに戻ったらデータ同期をしておいて。忘れてた。君の戦闘データが未納だからスキャナーモデル全体がアップデートできないんです。了解。この作戦が終了したら対応する。頼みましたよ。これで分担は全部かな。推奨。戦闘状況が悪化する前に 2B と合流。分かってる。2B との合流地点を地図にマークっと。2Bさんの作戦開始地点は廃墟都市の南西にあります。飛行ユニットで向かい現地で 9S さんと合流してください。了解。先日のイブ戦で破損した武器も修復して搭載しておきました。到着時にはすでに全体の作戦が始まっていますので気をつけてくださいね。ありがとう。地上で奮戦しているアンドロイド諸君に対して我らが誇る精鋭ヨルハ部隊が敵ネットワークユニットアダムおよびイブを撃破した。この勝利は地球奪還に向けての大きな一歩となる。我々月面の人類は喜びの声に満ちている。今後のさらなる諸君らの健闘に期待。人類栄光を。2B 状況は？作戦は開始。先行部隊は
すでに交戦中。僕たちの役割は先行部隊の状況に合わせて援護する遊撃部隊。先行部隊が交戦している場所をマップに転送しました。こちらセブン B、 先行攻撃部隊デルタ隊長、交戦中の機械生命体が暴れていて手をつけられない。こちら 2B、 遊撃部隊今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。私たちもそちらに同行し援護しよう。了解。こちら 3B、 チータ部隊隊長だ。機械生命体どもがどんどん増えていて手に負えない。悪いですね。報告、適正機械生命体の反応が通常よりも増加。イブのネットワークが破壊されたのに、どうして奴らは暴走してるんでしょう。私たちは戦うだけ。こちら 4B、 先行攻撃部隊アルファ隊長、敵の攻撃に手を焼いている。こちら 2B、 遊撃部隊今からそちらの援護に向かう。了解、感謝する。
助かった。僕たちは次の部隊の援護に向かいます。我々もそちらに同行し援護しよう。ルビーさん、新たな敵の出現を確認しました。部隊オメガが衝撃を受け苦戦中です。援護に向かってもらえますか？了解。思ったより苦戦していますね。急がないと。こちら遊撃部隊の 2B、 これより部隊オメガを援護する。援護を感謝する。いきなり囲まれて苦戦していたところだ。
丈夫。ウイルス。トゥービー。ウイルス汚染。さっきの EMP 攻撃が。なんとかしないと。大丈夫。なんだ。汚染されて乗っ取られてる。そんな攻撃機能が動かない。ヨルハ部隊の識別信号だ。警告。戦闘エリアから著しく離れることは離脱行為とみなされる危険性あり。司令部に通信、状況確認。不可能だ。機械生命体による妨害電波を感知。クソ。トゥービー、妨害電波を出している個体をマークした。分かった。目標地点の情報を入手。マップにマーク。あのでかいのから妨害電波が出ているようです。ジャミングは解除されたはず。司令部に通信、状況報告と救援要請。ポット、通信ロスト、司令部に接続できず。クソ、またジャミングが。通信環境は良好。通信ロストは接続認証の失敗によるもの。現在司令部の通信機能は完全に沈黙。バンカーが一体何が。キリがない。トゥビー、考えがある。バンカーには非常用のバックドアがあるから、そこから僕とトゥービーのパーソナルログデータを全部アップロードして、その後ここをブラックボックス反応で吹き飛ばす。分かった。データアップロード 30% 完了。 50% 完了。 70% 超えた。 9S まだ。もう少し。 92% トゥービー、ブラックボックスをログデータのアップロード完了。
2B 司令部に報告を。司令官、 2B9S も一体何をしてるんだ。地上のヨルハ部隊がウイルスによって乗っ取られたんです。僕たちは暴走したヨルハ部隊をブラックボックス反応で。ウイルス、何を言ってるんだ。地上からはそんな報告上がってないぞ。あれは偽装です。現在バンカーの通信は封鎖されていて。そもそも命令もなく戦場からなぜ戻った。だからヨルハ部隊が暴走して。いや、汚染されているのはお前たちじゃないのか。違うんです。 2B9S、 貴様たちをウイルス汚染の疑いで拘束する。待ってください。司令官、退避します。クソ、扉が。バンカー内部までウイルスが入ってるのか。それも見せてくれか。オペレーターさん。違う、ナイエス、あれは私たちは使うぞ。ネットワークと言ったら全然話しかけ。そんな、そんなことが。ずいぶん楽しませてもらったけど、もうここの基地は終わり。司令官、この基地はもうダメです。一旦退避しましょう。どうしてお前たち二人は汚染されてないんだ。わかりません。いえ、おそらく僕がデータ同期を保留していたからです。以前バンカーのサーバーデータにノイズがあったので、それが気になって。そうか、どうして。アクセスユニットは汚染されています。格納庫に行って飛行ユニットを奪いましょう。楽しいな、楽しいな。仕込んでおいたウイルスがこんなに花開いてる。
司令官、格納庫から飛行ユニットで脱出します。司令官、早く。私は行けない。司令官。私もサーバーとデータ同期をしていたからな。でもそれならナインエスが。そんな時間はない。お前たち二人は最後の夜派部隊なんだ。生き残る義務がある。司令官。それに私はこの基地の司令官だ。せめて最後まで上官らしくいさせてくれ。トゥービー、もう基地が。司令、行け。トゥービ造船を感知、推奨早急なワクチン投与。
16% に上昇。 NFCS 回路に異常を検知。他のアンドロイドに汚染も広げないようにしないと。ボット、アンドロイドの反応が少ない地点を検索、報告。商業施設の廃屋付近が該当。警告、ウイルスを除去しなければヨルハ機体 2B に深刻なダメージ。分かってに上昇。汚染の除去と再起動。報告、ウイルスは事故のアルゴリズムを高速で改変進化しており除去が困難。32% に上昇。視覚処理システムに異常を検知。57% に上昇。 FFCF 回路異常を検知。中枢神経系に異常な爆裂を検知。内部爆発の危険性ある。